皆さんこんにちは、こたつマニアです。6月1日は、氷の日です。おめでとう、すべての、氷マニア。江戸時代の日本において、将軍家に氷を献上した日だそうです。まだ冷蔵庫のなかった時代、洞窟や地面に掘った穴に、天然の氷を切り出して保管していました。古くは古代ローマでも行われていた、氷室と呼ばれる人類の知恵です。多分、将軍様は眺めのいいお城のてっぺんに座り、いただいた冷たい氷を心地いい音で噛み砕く。そうやって将軍様は新しい季節の到来を祝ったかもね。そして、懐から望遠鏡を取り出して、可愛い町娘はいないかなぁ、と、探したり、そして、窮屈なお城を抜け出して遊びに行っちゃおうかなぁ、とかとか。あれ？これは昔の、お笑い番組でした。そんな、氷、を、ノマドスカルプトでコネコネ、レッツラゴー。今回も、ノマドスカルプトは、使いこなせていませんが、どうぞ温かい目でご覧くださいませ。今でも冬の時期に切り出された天然の氷は、徹底した管理や丁寧な手間を必要とし、夏まで氷室で保管されます。しかし、家庭用冷蔵庫の普及もあり、その氷室もすっかり減少してしまいました。しかし、その特徴で希少な、天然氷は、魅力的な美味しさが再認識されて、今でも高級品として、マニアの間で愛されています。削った氷は雲のようにふわふわだ、とか、氷の冷たさで頭痛にならない、とか、まったく、魔法みたいな氷みたいですよ。高級で、美味しい氷。一度は食べてみたい。ああ、どこかの魔法使いが？高価で美味しい、天然氷。作ってくれないかな？しばし、こねこね。
天然氷を一度食べてみたい。そんな、ファイナルで、ファンタジーなお願いですが。どうか魔導士様。いや、私が作ったので、見習い魔導士ちゃんでしょうか？あまり期待はしていませんが、しかし。どうか、この願いを叶えてください。これは、アイスピック？ああ、見習いなんて言ってすみませんでした。天然氷への思いが、溶けてなくなる前に、小さくて窮屈な私の城から抜け出して、お出かけしましょうかねー。お粗末様でした。